こんにちは。はい、今日は厚木市三田南三丁目20-11、こちらから第1回神奈川歌謡コンサートをお送りします。場所は江南ホームセンターの近くにございます、三田歌謡スタジオです。オーナーであります。そしてまたこちらもございます。はい、三田直樹です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。加山由香と蒼井正樹の第1回神奈川歌謡コンサート。はい、第1回神奈川歌謡コンサート始まりましたね。もう記念すべきですね。今日は蒼井さんとご一緒させていただきますことを嬉しく思います。よろしくお願いいたします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあ、はい、今日は第1曲目をですね、はい、加山由香さんに歌っていただきたいんですけれども、はい、はい、歌は極楽とんぼです。聴いてください。どうぞ。やめておきなと言ってたけれど、いつからかしら心奪われて、あんたを好きになっていたのよ。ああ、黄昏に染まるバースデーで、あんたの帰りを待っている。自慢の料理でテーブルを飾り、あんたの可愛いいい女。今頃どこかで道草の途中、これ2年なるかしら、季節も変わり時も過ぎたわ。人並みの街頬寄せて歩いた、あの日の二人思い出します。の気持ちもわからない、ああ極楽とんぼの半端もん、憎たらしいけど今も好きだから、今でもあんたのいい女。誰かとはしゃいでるんでしょう、本当にあんたはあんたって極楽とんぼ。ああ女の気持ちもわからない、ああ極楽とんぼのあんぱもん、憎たらしいけど今も好きだから。
はい、ありがとうございます。極楽とんぼ聞いていただきました。青井さん、はい、どうもいつも美しく、まあお上手いやでもね、はい、いつも青井さんとはいろんなところでお会いしまして、そうですね、特に栃木県の方にね、はい、よくお仕事でいらっしゃるので、はい、なんとかねいつもお会いしてるんですけれども ね、はい、本当に今日嬉しいです。こうやってご一緒させていただきますこと、はい、私も嬉しいです。まあ本当によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは次の方をね、はい、ご紹介いたしたいと思います。はい、どうぞ。ありがとうございます。遠藤陽子さんでございます。はい、どうもこんにちは。はい、遠藤さんは地元こちらなんですか？生まれは福島県です。あ、福島県、はいはい、だからなんとなくこう呼吸が合うような。私栃木県なの で お隣ですもんね。だからほっとこうするところがあります。綺麗な方と、まあ、お上手ですごめんなさい、こんなの来て。いやでも可愛いですよね本当のこと言わないでなんて言っちゃ楽しい。はい、絶好調です ね、そうですね。今日はどんな感じで、はいはい、本当はね、はい、1曲目は着物で合う歌なんです、はい、デビュー曲で、はい、さみだれの宿と言います。はい、はいはい、それではそれ ね、はい、そうですね、行きましょうかね。早速お聞きしましょう、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、いつも着物着て歌ってるんですけど、はい、おことも素晴らしいおばあちゃんが日本一の方がお琴を弾いてくださいました。デビュー曲です。さみだれの宿を歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。今夜限りのせせらぎ聞いて泣いて流した思いはいくつ定めなら定めなら春をまぶしい花でならせめて優しさくれますか。濡れて寂しい
ございました。あ、はい、今度は今、はい、ヒット中のお父さんを歌います。ふるさとの父にとても愛されて育ちました。福島県から秦野を置いていくときに止めどなく涙を流したことを思い出しまして、感謝をして歌わせていただきます。お父さんです。父の大きさありがたさ、とわに分かれてしみじみわかる。ありがとう父さん、あなたの娘は幸せですと花を手向けて目を濡らす。ふるさとは、ふるさとは、ああ、これがあなたの孫ですと熱き思いのふるさと帰り、好きだった父さん、あなたと遊んだこの山川は今も昔と変わらない。懐かしい懐かしい、ああ、お呼びいたしましょうかね。はい、川辺明さんの登場です。はい、どうぞ。どうも、はい、川辺明です。こんにちは。あべやかなお衣装で、ね、あの川辺さんとは、はい、あの FM スマイルですかね。そうですね、そこでお会いしましてね。はい、もう青井さんにも出ていただきました。そうですね、久しぶりで、1年ぶりでございますね。そうですね、はい、はい、今日はどんなお気持ちで来られました？しばらくぶりに歌うんでどうかなと思ってきましたけれども、頑張って歌います。そうですね、はい、はい、では曲のご紹介。はい、川辺明さん、黄昏のラプソディですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。疲れたお前のために買っておいたよ小さな指輪、せめて傷口
塞ぐだけ役に立ったら嬉しいよ。サンセットラプソディ胸の痛みは時間が消してくれるさ。愛はいつだってお前のそばにいる。戻っておいでよ羽を休めに。俺の止まり木開くと思った花も春の嵐に人よで散った。それでいいんだ思い出はそっと浮かべているものさ。サンセットラプソディ胸の痛みは時間が消してくれるさ。俺の瞳にはお前がいつもいる。帰っておいでよ心静かに。サンセットラプソディ胸の痛みは時間が消してくれるさ。愛はいつだってお前のそばにいる。戻っておいでよ羽を休めに。俺の止まり木。はい、1曲目黄昏のラプソディをお聴きいただきました。2曲目は、私の今一押しの曲を歌いたいと思います。川辺明で夕日の歌。街が茜色に染まる頃、僕は小さな旅に出る。いくつかの街でいくつかの恋を思い出すため。手のひらに確かめて
悲しい時には思い出の歌、愛した時には微笑みの歌、海辺で有線放送で、ただいま、最高第4位まで行きました、夕日の歌よろしくお願いします。はい、どうも川辺さんありがとうございました。ありがとうございました。とても素敵な歌でした、ね、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、はい、お願いします。はい、ありがとうございました、それでは次の方、はい、ご紹介、ね、いたしましょうかね、はい、峰雄二さんの登場です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。あ、もう3ヶ月ぐらいですかね。そうですね、はい、お会いしたのがね、はい、私も2回目でございます。はい、はい、では参加してさせていただいて、まあね、今日記念すべき第1回ということで、カップリング曲、一人夢を聴きください。はい、どうぞ。じゃあ頑張ってください。一人夢見る男の切なさを歌っています、では一人夢を聴きください。
そっと頬に寄せ、問屋の日を思い出す、一人よがりのわがままで、惚れた女を傷つけた。行かないですがね、お前に背を向けた。今はどうしてる、一人一人夢を見る。じっと見つめる横顔に、かける言葉も見つからず、ついてくるかの一言、素直に言えぬ悪い癖。泣かないでお前、涙にくれないで。今はどこにいる、一人と女すれ違い、使い古しの言葉だね。強がったのは過去の俺、弱さを見せる辛いのさ。風が身にしむこんな夜は、俺はここにいる、一人一人夢を見る。行かないですなら、ありがとうございました。一人目聞いていただきました。続きまして、愛嬌館なんですが、都会から故郷、両親、友達へ馳せる思いを歌っています。では愛嬌歌お聴きください。
心月夜に浮かんでくるのは遠い故郷と皆の顔生まれついての不器用だから壁にぶつかり倒れては起きる描いた夢はゆらりゆらりとこの葉のように風に散る重ならたに手を引かれていつも歩いた青島の浜辺あなたの言葉が胸に刻んでただ正直生きてきましたじゃじゃまこっち人生ってやつは長く険しいバラ道おろろまい華やかすぎる街のネオンは心の闇を見透かすようで生まれついての強情だから群れることなく一人きりとさあなたの腕に抱かれて遥かに来た日向の潮さえ大きな背中にずっと憧れ追いつきたいと生きてきましたじゃあじゃあまこっち人生ってやつは前に進めに砂の道おろろまい峰さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、それでは次の方ご紹介いたしましょう、はい、珍しいお名前なので、ね、なかなか覚えきれない感じでございますけれども、はい、ためがいさん。ためがいのぼると申します。ためがいってどういう、はい、あのもともと芸名ですか本名ですか。本名です。あら、まあ、本当に珍しい名前ですね。出身地はどちら。茨城です。茨城です、はい、茨城です、はい。茨城ねえ、茨城じゃないですよ、茨城なんですよ ね、 ああすね、はい、勉強になりました。いといんがダメなんですよね、はい、なんでもなっちゃう。なるほどね。それでは茨城県の茨城 の、ね、名物って何でしょうか。
何が名物かな。わかんねえな。しばらく離れてるんで忘れましたよね。そうですか。茨城は美味しいお魚もたくさんねありますしね。はい、それでは歌に行きましょうかね。ご自身で曲のご紹介をお願いいたします。はい、酒が今夜もしみるようなかな。はい、よろしくどうぞお願いします。はい、お願いいたします。別れたあの日から今も引きずる後ろ髪、これに雪が虚しさの酒が今夜もしみるような迷いは捨てたと強がりを言えばわびしくなるばかり、切なさの酒が今夜もしみるような。はい、ありがとうございました。ためがいのぼるしって珍しい名前なんだよね。茨城の結城の方に多いのこれ。ね、ちゃんと覚えてくれた。ためがい登ると思って、キングレコードからデビューして早15年もなっちゃうの。早いもんだね。じゃあ次の歌歌かな。はい、桜川城はよろしくお願いします。季節を彩る
と友の顔南部の真壁は今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。為貝昇さんでした。はい、ありがとうございました、はい。それでは次の方をご紹介いたしましょう ね、はい。三浦敦さんの登場です。どうぞ。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。はい、三浦敦さん、はい、実はドライバーでございますよね。タクシーの運転手です。あら、まあ、はい、ドライバーです。で、歌を歌いながらこうハンドルを握ることもあるんですか？そうですね、自分で口です。口ずさみながら。あら、いいですね。CD 売るんですか、それで。それで CD はちょっと売れないと思いますけど。なんか乗ってみたいですよね、後ろの座席に。いいですね、歌を聴きながらね、うん。プロの歌を聴けるわけですね。そうですよね、はい。ぜひ皆さんお楽しみくださればよろしいかと思いますけれども。それでは、どんな次、曲はどんな曲なんでしょうかね。ただめから歌う曲は。はい、タイトルは妻恋バンカと言いまして、はい、山梨県 の、 私の友人の方の奥様をお亡くなりになられた方の曲ですね、はい。それでは行きましょうかね。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ聞いてください。妻恋バンカです。はい、お願いいたします。お前が言って20年、写真眺めて一人ごと言われた通り俺さ、野菜をいつも食べてるよ。同じ思いで語りたい。そばにいて、どんなに遅く帰
のことを気にしてくれて、青汁ついで差し出した。今も時々思う。恋バンカお届けしました。ありがとうございます。じゃあ続きまして、男の懺悔歌お願いいたします。ありがとうございました。こういいですね、ドライブこう、ね、感という感じで ね。はい、それでは改めまして、はい、また素敵な女性の方ですね、はい、島悦子さんの登場です、はい、どうぞ。こんにちは、はい、こんにちは。素敵な色、このドレスの色すごいです ね。歌のこうタイトルに合わせて、どうぞ前の方に、はい、あれですか、合わせてらっしゃるんですか。一丁ライナー、一丁ライ、あら、この言葉いいね、一丁ライだって。あれね、一丁ラって言うんですよ、あれ一丁ラって言うんですよね。一丁ラ、うん、ああ、そうなの、
あら、私たちは一丁来って言うんですけどね、栃木県はなまってるのかしらね歌の感じってどんな感じの曲なんでしょうか。はい、そうですね、私は大体、ちょっとシャンソン混じりのような歌。あ、そうなんですか。はい、あら、じゃあシャンソンですよ。なかなか私たち歌えないですけど、演歌ですからね。はい、それでは改めましてね、曲のご紹介をお願いいたしましょうか。はい、はじめに幸福って書きまして幸せ、はいはい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。よろしくお願いします。この曲は、ご夫婦でもいいですし、恋人どっちでもいいです。本当に長い間、共にしてきた、生きてきてよかったね、いろんなことがあったけどよかったね、こういう風なことで結ばれております。歌です。よろしくお願いいたします。幸せで楽しんでいただきましたでしょうか。
次の曲は、リラの街角。これちょっとおしゃれな、雰囲気を出した、歌でございます。これもやはり、まあ、女性が、好きになった男性からちょっと裏切られちゃって、でも私はずっと好きでいるのよ、女だから諦める時もあるけどでも好きなのよ、そんな歌でございます。リラの花びら肩に降り積もるわ、この頬に止まるひとひらは別れの日の涙なの。裏切りを責めた夜にあなたの胸を打ち、雨の中駆け出したあの日の涙なの。人たちの別れ見つめ続けるの。黄昏れてゆく、まるで天国のよう、一人来たこと悔やまない、それは嘘ね、女だもの。あなたを愛していたわ、それは紛れもなく愛された日々だった。今も今も今も二度と帰らぬ恋を慕うようにリラが知る。あなたを愛していたわ、それは紛れもなく愛された君だった。今も今も今も心乱れて永住て今こ、二度と帰らぬ恋を慕
歌うようにリラが散る。はい、島悦子さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。